私の業務としては主に研究所のラボでですね、新規材料の開発が中心になります。開発は2つ、1つがお客様から依頼を受けてご要望に応じた接着剤を開発していく、もう1つが3ボンド主体で今後世の中のものづくりを新しく変えていけるだろうっていう、そういった開発を行っております。研究で一番大切にしているところとしましては、やはり諦めないっていうところになってくるかなというふうに思います。絶体絶命っていう、もう明日結果を出さないといけないのに困ったなっていう結果が出ることもあるんですね。そういった時にやはり上司やったり先輩研究員に助けてもらうというところが、スリーボンドの風土なのかなと思います。やはり人と人のつながりを大事にしている会社だからこそ諦めないでできるんだなっていうのは感じます。